よいしょ。寒い今日も。晩は晩は。はい、こんばんは。じゅんきさん、バラありがとうございます。今日はえなちゃんの生誕祭でした。出てないんですが、 Tさん、ハートありがとうございます。そう、生誕でしたね。同期の晩は晩は寒い。今日も寒い。やましいさん、バラありがとうございます。なんか最近前髪が定まんない。切った方がいいのかな、長いから。どうなんだろう。あさってぐらいに切ろっかな。じゃあ鉄な12日の鉄の前にはちょっと切りたいなと思います。長いな、長いな。これ伸ばしちゃったら目かかるから、切ります。そう、なんか最近ケープをしても固まんない、固まんなくなっちゃった。なんかすぐ動いちゃうから。どうなんだろうね。なんか最近前髪の調子が本当に良くない。まあいっか、どうにかなる。寒い。斉藤さん、ハートありがとうございます。そう、なんかお家帰ってきてさ、冷房ついてない部屋に入ると超寒い。なんか最近さ、最新のやつだったら家に帰る前に携帯でつけれる暖房みたいなあるじゃん。それが欲しいな。横田さん、だるまありがとうございます。でもこたつがあれば一番なんですけど、なんかこたつ持ってないから。今日何分から配信したっけ。今日何分から配信した。だいたい22時1分だから15だから13分になったら壇上読みます。こたつだと寝ちゃいそう。そんなことないと思って。てか、なな昨日の夜ベッドシーツを変えたんですよ。そう、ベッドシーツ変えたから超綺麗で快適なライフスタイルを送っています。キュアハッピーさん、バラありがとう。そう、だからナナは絶対ベッドで寝ますね最近。シーツはパリパリ派？パリパリとはツルツルサラサラ派ですね。サラサラ派です。ボックスシーツを変えました。枕は高い方低い方？高い方です。なの枕ないと寝れないんですよ。枕が絶対必須ですね。でもなんか今ドーナツ型の枕を探してて、そう、真ん中に穴開いてるやつを探してて、なんかニトリ行ってもなかったから悲しかったです。ゆうすさん、だるまありがとうございます。なんか耳がさ、こうやって圧迫されて痛いんですよね。そう、だから真ん中空いてたらいいかなみたいな。そう、そこに耳カポって入れて寝やすそう。
そう、なんか耳がさ圧迫されるの嫌いなんですよね。なんか横で寝るから、横で寝ちゃったら朝起きたら耳が痛いんですよ。そう、痛い痛い痛いですね。ケイスケさん、ハートありがとうございます。ここの前髪が出てきちゃう。久しぶりに見たけど髪伸びたね。あざす。ケイスケさん、ハートありがとうございます。みなみちゃん、かわいい、ありがとうございます。割れてるね。割れてるっしょ。そう、なんか快適なライフスタイルを送りたい。ナナは送りたい。でもなんか布団、羽毛布団はツルツルのやつで、ナナがめっちゃ好きなタイプなんですよ。だから超いい、いい感じ。今超いい感じですね。あとは、うん、まあいい感じ。ナナの家、いや寒い寒い、こたつが欲しい。でもこたつ置く場所ない。あと一人用のソファーが欲しい。ツルツルの合成革用の、あれは本気で買おうか悩んでるんですよ最近。置く場所ないじゃないんですけど、なんか一人掛け用のソファーがあった方がなんか生活的に落ち着くなと思いまして、ずっと前から結構欲しかったんですよ。ゆうじさん、ハートありがとうございます。ななふわふわとかザラザラより皮が好きなんですよね。合成皮みたいな。そう、サイキッカーさん、ハートありがとうございます。なんかいいのないかな。前 IKEA に行った時いいのあったんだけど、白と黒がなくて、なんか赤とかそっち系の色しか多分残ってなくて、そうやめちゃったんですよね。やましいさん、かわいい、ありがとうございます。ライダースは着ないですね。あのナナ腰より下目に長い服が好きなんですよ。なんかライダースとかだとさ、ウエストあたりまでしか隠れなくて、なんかお尻まで隠れるぐらいの長さの方が好きなんですよね、ナナ。だから長いやつあったらかっこいいと思います。だからコートとかも絶対それ基準で決める。ブルーさん、かわいい、ありがとう。ね、なんか長い方があったかい気分になるから好きです。寒い。明日はパーキングエリアをハイウェイガールズで回ります。多分情報が多分公式サイトかなんかに載ったかな。ハイウェイガールズがパーキングエリアを回るので、まあ、よかったら来てね。なんだっけ、ネオパサ、ね、これネオパサって読むの？ネオパサ岡崎をはじめとした東海地区の高速道路 SA パーキングエリアを26箇所行けます。エイジさん、バラありがとうございます。音符もありがとう。いいですね、サービスエリアか。まあまあぜひね、ネオパッサ、あ、ネオパッサで合ってる、ネオパッサか、ネオパッサ、はい、来ていただけたらね。うん、まあ大抵が出てないから難しいと思うけど、ちょっと暇だなって方は来てくださると嬉しいです。
なんか美味しいの食べれないかな。最近食事をすることがすごい楽しみなんですよ。教えの愛があれば余裕ですね。言ったな。待てますよ。会えるなら会えるなら来てくれるんですね。ありがとう。なんか食べたいな。八つ橋食べたい。ずっと言ってるけど八つ橋。なんかお餅が好きだな。こんばんは、こんばんは。八つ橋はない。ない気がするな、ナナも。ちまき売ってるといいね。それな。覚えててくれたんだ、ナナが。ちまき好きって。そう、ちまき食べたいけど、多分なさそうじゃない？そんな、ピンポイントであるのかな。みなみちゃん。こたつありがとう。ということで、男女読んでいきまーす。はい、13位やすかさん、12位とすと変わった、13位ルーペルーペさん、12位やすかさん、11位とすさん、10位金次郎さん。これは更新されてないね、されてないね。あ、でも変わったくない、さっき。あれ反映されてない。くそ、読んじゃった。ちょっと読んじゃった。じゃあ読まれた方は運良かったねってことで。じゃあ、あ、今変わった。え、なのは変わってない。どうなんだろう、変わるの待とうかな。今変わった。なのが反映されたら読むよ。7が反映されてないよ、まだ。されないかな。あ、変わったーってことで読みます。13位ゆうたんさん、12位ぴよちゃん、11位みなみちゃん、10位えいじさん、9位リスグラスさん、8位ポポマルさん、7位なみのまにまにさん、6位マシャさん、5位 D さん、4位けいすけさん、ありがとうございます。ね、3位キュアハッピーさん、ありがとうございます。2位斉藤さん、ありがとうございます。1位アーさん、ありがとうございます。ということで、15分のテロップがまだ出ていない気がするぞ。テロップが出ていない気がする。ここに毎日アイドルが出たら終わります。ちょっとね、明日がとてもとても早くて、ナナは寝れそうにないんですよ。だから今日は夜に準備満タンにしてちょっと寝ていきたいと思います。明日に備えます。こう、あと1分、これ終わったらご飯食べます。ご飯食べます。ご飯食べるのが最近の楽しみです。あと1分、おお、60秒だ。あとご飯食べてお風呂入って寝ます。寝ますね。ありがとう。今日はお肉食べます。肉、お寿司食べたいな。明日早すぎて起きれなさそう、マジで怖い。遅刻しそう。しないけど、なんだ、遅刻したことないんですよ、 SKE 入ってから。すごい、なんか普通だけどすごい気がする。普通だけどちょっと偉いから、偉いですね。いいですね。こんばんは。もう終わっちゃうけど、あれ、あー、来たー。15分経過した毎日アイドル6日目です。じゃあね、また明日、バイバーイ。
ごめんね、みんな15分しかできなくて。ありがとう。じゃあね、バイバイ。おやすみ。おやすみ。ありがとう、見に来てくれて。バイバイ。じゃあねー。